パリ五輪第7日競泳、2024年8月1日ラデファンスアリーナ。女子200メートル平泳ぎ決勝で、12年ロンドン五輪銀メダルの鈴木里美、33イコールミキハウス、が2分22秒54で4位に入った。8位通過した準決勝から1秒タイムを上げ、18年パンパシフィック選手権以来6年ぶりに2分22秒台をマーク。 日本競泳史上最年長の33歳で出場した3度目の五輪で衰え知らずの泳ぎを見せ、現役続行も宣言した。思い描いた泳ぎはできた。タイムは12年ロンドン五輪の決勝でマークした2分20秒72、18年パンパシフィック選手権の2分22秒22に次ぐ自身3番目に速い記録。ゴール直後、鈴木は、 自分を褒めてあげたいと自らに拍手を送った。達成感があり、満足いく結果のはず。だが、プールを上がるとふつふつと悔しい思いが湧いてきた。取材エリアに向かう途中、日本水蓮スタッフに、4位は悔しい、とこぼした。報道陣への第一声も、4位という順位にどんどん悔しさが増している。そして迷うことなく、現役続行の思いが出ていますと続けた。 区切りの五輪を終えて今後の挙手を明言しない選手も多い中、日本競泳史上最年長の33歳で五輪の舞台に立ったベテランがレースからわずか10分足らずで現役続行を宣言した。メダル3個を獲得した12年ロンドン五輪以来の決勝レース。前半はロンドン五輪より早い1分8秒03で入り、4位でターンした。後半は想定タイムより遅かったが、 最後まで粘り4位をキープ。8位通過した準決勝から大きく順位を上げた。本命種目と位置づけた100メートルは準決勝敗退。好きな種目と得意な種目は違う。これからは200メートルの記録を狙う練習が増えてくるんだろうなと早くも今後を見据えた。衰え知らずのスイマーを支えるのは豊富な練習量だ。 母校の山梨学院大で学生に混じって早朝6時半から練習。午前だけで平均5000メートルを泳ぎ、昼はジムで筋力トレに精を出す。午後は再びプールに入り、1日で計約1万メートルの距離を泳ぎ込む。なんでこんな年齢になってまできついことやっているだろう。こう思わない日はなかったが、この結果を見てやってきてよかったと思える。 誰もが驚くような練習を積まないと自分自身を超えられないと報われた。28年ロスゴリンへの意欲を問われると、うふふ、どうなんでしょう。と笑い、37歳になるので、ちょっと想像がつかない。とりあえず短いスパンの中で一歩ずつ成長できればと思います。金藤里恵さんの日本記録、2分19秒65も含め、行けるところまで、 やれるとこまでやってみるのもありなんじゃないかなと続けた。年齢はただの数字。前世紀の12年ロンドン五輪を上回るタイムを叩き出す日も、そう遠くないかもしれない。